サッカーご覧の皆さん、ドーターズ監督の津田はじめと申します。この映画はちょうど2019年に撮影をして、パンデミックがあった2020年に公開された映画なんですけれども、私の、20代の、私は個人的にルームシェアをしていたりとか、その後に私、娘ができたとか、主人公2人女性ではあるんですけれども、私の最初の初監督作品ということで、私の自伝的な要素、エピソードが詰め込まれた映画とはなっております。いろんな、この映画をご覧いただいて、友人同士の関係だったりとか、その家族だったりとか、そういったものをこういろいろと意見を交換できるような、映画にはなっているんじゃないかと思いますので、ぜひご覧になってください。お願いします。何、妊娠でもしたの？したっぽい。私たちは目まぐるしくアップデートされていくこの街の華やかでかつ混沌とした部分の空気を肌で感じながら生活してきた。一人で育てられるもんなの？いや絶対無理じゃん。仕事続けるんだろ。子供を作った責任は全く取らないってのはおかしいだろ。そもそも生き物って楽して子孫を残せるようにはできてないのよ。この子がいつか知りたいって時が来るかもしれない。もう自分一人だけの人生じゃないってちゃんと気づいてよ。髪の毛ボサボサ I love you。 すっぴんだって I love you。 いつか見られなくなる景色のその先を信じて。